朝からまず8軒歩き10回ガンダムマニアね。え、わかんないです。信じられない世界です。聞きすぎてしまった。皆さんこんにちは、プラマイドルコスキヨです。今日も始まりました TV ショーですね。セブンイレブンでやってる一番くじガンプラックスを引いてきました。でね、そもそもセブンイレブンさんでやってるんですけど、一部店舗しかやってない上に、なんか4日から発売って言ってたのに4日でなくて5日だったりとかっていうので、まず売ってる店舗を探すためだけに2時間以上歩き回って、やっとやっと見つけた店舗で引いてきました。ということで、まずは引いてきた動画をこちらどうぞ。夜中のセブンイレブンにやってきました。というのも、発売したばかりのガンプラくじを探し求め、朝からまず8軒歩きで、夜も歩きということで、いろんなところを探しに来た結果、やっと出会えました。いや超嬉しいんだけど。ということで、ガンプラくじを引きに行きました。頑張ります。全部揃ってるパターンですね。じゃーん、 A 賞から B 賞から A 賞で、こう C 賞とか F 賞とかめっちゃいっぱいある。わー嬉しい。あ、めっちゃこれは引きがいがあります。10回発見しました。最初から A 賞出さないで。そんな、いやでも出たら困りますよね。じゃあ、じゃらーん。あ、いい感じに割れてきた。いい賞。いい。あ、D だ。わー、いい感じ。あ、出ない感じですね。バランスよく引いてますね。お、わかんないです。あ、いろんなのが、いろんな種類が出てる。そう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 。10枚買ったんですか？はい。わー、すげえ。F1、そろそろもうガンプラ行きましょう。そこまで買ったんなら。あ、 F1 かぶっちゃった。いや、でもこれ出ないかもしれない。あ、出なかった。延長戦5個です。私あの YouTuber なんですよ。あー YouTuber ね。 YouTuber ですよ。ガンダムマニアね。あ、あのプラモのお姉さんをしています。優しい優しい店員さんで、ちょっと楽しいですね今。じゃん、行ってみよう。これ無限に引いてるの楽しいですね。3倍。あ、出ないっすよ。出ないっすよ。出ないからって何て言われるんだ。あ、出てないっす。あ、出ないということで、じゃあ、あと5つください。いや、なかなかね、初日でね、20枚はいないよね。うん、ね。あの、信じられない世界です。え、本当ですか？はい、延長戦サイド、20枚目になっちゃいました。私、今ないらしいっすよ。ということで、また始まりました。えい、無限に。でもそれはそれで面白い。普通、あ、2なかった。ドン。あ、5。これ無限に出るまでやってしまうパターンです。これ最後全部引いてしまうんじゃないだろうか。あ、あ、来た来たよ。 A 来た、 B 来た。A ですね。おー、 A 来た、素晴らしい。ということで、もう A が来たので、これはさすがに終わりましょうという感じで行かせていただき、ありがとうございます。はい、超分厚いです。はい、ただいまです。ということで、たくさんたくさん一番くじを引きすぎてしまった気づいたらこれ見て、この分厚さ25枚。もともとね、10枚だけで終わろうと思ったんですよ。で、10枚の時点で、まあ、あの A と B はなかったんですけど、他がね、そこそこ出てたから、まあいっかってちょっと思ったんですよね。でもさ、やっぱりここは動画にするなら A か B が欲しいってなって、出るまでやっちゃいましたね。5枚ずつって言いながらということで、総額25回分のくじがこちらでございます。ゲットした、まず A 賞の子ですね。 A 賞の子は、これが MG の、え、てか、そうなんだ、 MG 当たるんだ。なんかこれ1個出るだけ何枚分もね、お得感がすごい半端ないんですけど、これはソリッドクリアっていうことになってるので、 A 賞自体は中身が一緒らしいんですけど、こういう感じの色合いなんですね。特に今回組むことはしないんですが、ご覧のだけ見ていくとこんな感じ。
でちょっとオレンジの柔らかい感じとか黄色だったりとか、結構クリアがね、いろいろ入っている感じのキットになってます。まあ、白いところもね、結構鮮やかな白なんですね。で、赤色のところも透明になってます。だからこのトリコロールのところだけこう透明になっているキットってことですね。ふーいまあね、またちょっと機会があれば1個作ってみようかなと思っているので、またちょっと時間がある時にします。これは、はい、本当は B 賞もここには来たかったんだ、出なかったんだ。でも全部引くまではちょっとやりすぎかなと思ってやめたんですよ。うん、そうそう、やめました。はい、ということで今度は C 賞です。たらー、C 賞がね4つ出たんですよ私。で、全これ5種なんですよね。そう、5種なので、まあ、被りがなかったとしてもちょっと全部はもしかしたらないかなと。で、ボールドキャンバス、立てて飾れる紙スタンド、はい、が一応レコ1個入ってますってことなんで、ちゃんとね、透け防止のね、紙になってるのね。あんまり伝わらないとザラザラした感じの、ちょっとねマットないい質感の紙を使われてます。こんな NEXT、 どうしよう、同じのだったらあり得るよね、全然ね。バン、あ、ちゃいます、どっち向きでもいける子です。で NEXT、 かぶってるかな、かぶってないかな、かぶってるかな、じゃん、かぶってないじゃない、今どこ、じゃんじゃん、バン、ないんだよね。はい、という感じで割と被らずに出てくれてちょっと嬉しいなっていう風になってますな。ワイリーワイリー、こんな感じです。イエーイ、これもね、なんかねちょっとねザラッとしたこの質感がいいですね。はい、という感じの子たちが C 賞でした。へえ、こういう感じなんだね。で今度ね D 賞、 D 賞はこちらガラスプレートってことで、ちょっと重みがあるんですよ。でこれも全5種なんですけど、これもね、人気のキットのこう箱絵が描かれてるみたいですね。あ、ちょっとすごい丁寧に包装されてる。ほら、ガラスプレートってそういうこと？こういう系じゃないんだね。本当にガラスのプレートなんだ。なんか物を乗せれる系じゃん。ほら、じゃーん、ストフリに物が乗せれます。本当にガラスです。続きまして、これもね、かぶらないといいなと思うんだけどね、かぶったらもう隠そう。じゃん、スタフリーです。これ逆にスタフリーばっかだったらウケるんだけど。スタフリーかぶった。バン、すごくない？ちょっと待って、スタフリー 3連戦してる、やばいやばいやばい。これ、あれ、あの店のスタフリーが全部なくなったんじゃない、これ。え、まさかの、嘘やろ？嘘やろ？バン！あ、変わった。変わった。ドボン歌手が見えるんやった。なんかちょっと逆に残念なの。スタフリ祭りが。やばい。よいしょ。もうね、これで本当にスタフリってことは。いやー、すごいね、これ。これを除いて、スタフリが。入ってました。やばい。なんでこなすとフリーやねん。あれー、ちょっとバラバラになるように撮ったつもりだったんやけど、あの店のストフリーは多分私の手で全部奪われました。ありがとうございます。ストフリー欲しい方、お送りします。ありがとうございます。もうストフリーも重ねとけいいんじゃない？ストフリー一緒ね。受ける。ストフリーのやつ。続きまして、E賞クリアファイルなんですけど、クリアファイルはですね、外からこう見えるようになってるんですよね。だから選べる模様になってます。で2枚ずつ入って10種類あるっていう感じで、10種類がこんな感じなんですよね。でもちろんみんな絶対すぐになくなるのはこちらだと思われますが、ドムですね。ドムグフセットってさ、もうセットがやばない？ドムグフだよ、ドムグフ、ドムグフセット、ドムグフ、ドムグフ、ドムグフ、ドムですよ。でみんなにちょっといろいろ見てほしいがためだけに、こればっか
めました。なのでちょっといろいろねちゃんともらってきたので、こうねジオングちゃんと、はい、ガンダムちゃん、これは 3.0 かな、 3.0 のガンダムちゃんとジオングちゃんねみたいな感じのセットと、今のドムドムちゃんと赤い方と普通の方とみたいなのと、まあ、ニューバンとサーザビ、ウィングとあとはエピオンと、主人公と敵っていう形で大体作られてるみたいですね。もうやだな、ストフリーにちょっと恐怖があるんだけど、はい。でフリーダムジャスティスということで、はい、あって、でユニコーンとこれはバンシーですね、はい、っていう感じの7個をもらってきました。全部で10種類だったんですけど、まあ、皆さんもねこれは選べるので、当たった方は早いもん勝ちで、多分ドムが圧倒的になくなるものだと思っております。はい、ドムです。いいね、ドムね、いいよねこれね、いいね。はい、であとはこれ、あのエゴ賞も 1,2,3,4,5 まであるんですよね。はい、全部コンプしてきました。ありがとうございます。コンプしたいと思ってたらコンプできた。ダブリが3つあるんですけど、まあそれを置いといて、これ見てもらうと分かるんですけど、それぞれの頭が作れるようになってます。で当たる番号によっても決まってる感じですね。パッパッ、箱に対してのものの小ささでびっくりした。パッ、えっえっパッみたいな、だから軽いんだ。はい、ヘッドを作れるだけということで、もうシンプルに101のそのガンダムの頭と、それにそれを立てるためのスタンドみたいなパーツになってますね。はい、っていうのがこれまず1ね、1、はい、2はマーク2、マーク2もまあこんなかすっきりしてますね、このスタンドと、あとはマーク2のこの頭の部分だ、頭の部分だ。なんか2対1とかするときに頭だけ欲しいと思ってる人にはすごいいいキットですよね、言ったらね。うん、3番がゼータ、ゼータの頭がはいこうやって入ってます。まんまだね、ランナーがね、はい、ゼータです。今度はダブルゼータで、こんな感じでまたこれも同じようなね色合いになってるんですけど、だいたいこの必要なパーツだけが入っているというねキットになっています。もうこのまんま飾れそうだもんね、つないでね。うん、で今度はニューですね、はい、があります。ニュー版もこんな感じで入って、あ、もう一個あるわ、これはパーツ数が多くて、あとはライザーですという感じのセットになっております。この辺もねまた作る動画別でやります。もうね、引きに行くために夜起きて、あの本当に一番最初の空の状態のところから引き始めて、今回25個引いたらこんな感じの配当になりました。もうねこれが一番面白いね、ストフリのお皿がね 4つあるっていうのはもうめちゃくちゃおもろいんだよこれ。なんでストフリばっかやね、いろいろ欲しかったわ。まあ、いっか、ソフィアしな。ということで、またね、後日ね、この A 賞の組み立てはやってみようかなと思っております。って言ってもまあね、色替えだけなので、普通の MG のあの組み立て動画みたいになると思うんですけど、まあ、楽しみにしててもらえたらいいかなと思います。で、まだこの1番組で発売されたばっかりなので、まあね、店頭に残ってたりすると思うんでしょ。で、ラストワンとかがゲットできるんだったら、ぜひ皆さん最後挑戦して買い占めちゃってください。もう長い旅でした、ほんとに。そう、2時間もコンビニをさ迷うなんてある、ある、あるって思うでしょ。そう、それぐらいだったんだけど、まあ出会えたのでよかったなと思いながら、今回は終わりたいと思います。お金使っちゃったびっくりしたはい、まあ木野さん頑張って、あのたくさんねセブンイレブンを探してやっと引けたことに、あのお疲れって思う方はぜひグッドボタンを、25個も引いたんだ、僕はもっと引いたよとか、あの一発で A 賞出ましたとか、そういうコメントぜひぜひお願いします。またね、組む動画とかもやっていくので、チャンネル登録しながら待っててくださいっていう感じで、以上TVでした。またね、バーイめっちゃ疲れたわ